鈴木陸さんは日本の実業家。サザビーリーグ創業者で同社代表取締役社長や鈴木屋取締役会長などを歴任し、兄の角田雄二と共にスターバックスコーヒージャパンの設立も行った。神奈川県逗子市出身。1966年に明治学院大学文学部卒業後、西ヨーロッパを放浪した。1972年に サザビーを設立し、同社代表取締役社長に就任。1981年からアフタヌーンティーを展開。1983年からはアニエスベートの合弁を行い大ブームを引き起こした。1989年、鈴木屋取締役会長。プロの否定を理念とし、1995年には、 経営企画室の出した否定的な報告を覆して、スターバックス日本導入を行った。1999年サザビー代表取締役最高経営責任者。2005年同社代表取締役社長。2008年同社取締役会長。2011年には向いてなかったとして、マネジメントバイアウトにより、サザビーリーグを上場廃止した。 同社株の売却益をめぐって、東京国税局の税務調査で、約130億円の申告漏れを指摘されていた、ことが、2020年4月に判明した。鈴木屋初代代表取締役社長の鈴木雄二の三男として生まれる。鈴木屋創業者の鈴木康二は、祖父で、鈴木屋第三代代表取締役社長や、図志市議会議長などを務めた、鈴木康幸は長兄。 スターバックスコーヒージャパン創業者の角田裕二は受刑。鈴木屋第四代代表取締役社長や、新日本スーパーマーケット協会副会長を務めた中村洋子は妹。サザビーリーグ第三代代表取締役社長の角田良太はおい。ありがとうございます。